エディ・ゴメスは、プエルトリコサンチュース生まれのジャズベーシスト。主に、ダブルベースを演奏する。1966年から1977年の間、ビル・エヴァン・ストリオに加入していたことで有名となった。ゴメスは幼い頃、プエルトリコからニューヨークに家族と一緒に移住してきた。11歳で、ニューヨーク市の公立学校でダブルベースを始め、13歳になって、 ニューヨーク市立芸術高等学校に通学した。1959年から1961年の間、ニューポートフェスティバルユースバンドで演奏し、ジュリアード音楽院を1963年に卒業した。彼が共演してきたのは、マイルス・デイビス、ディジー・ガレスピー、ジェリー・マリガン、ベニー・グッドマン、ビル・エヴァンス、マイケル・ブレッカー、ウェイン・ショーダー、ロン・カーター。 ハービー・ハンコック、トニー・ウィリアムス、アル・フォスター、チック・コリアのようなジャズの巨人たちである。ビル・エヴァンストリオとして合計11年過ごし、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、アジアでの演奏や数十の録音を行った。トリオが録音した2枚のアルバムはグラミー賞を受賞した。また、マンハッタン・ジャズ・クイーンテッド、ステップス・ラ・ヘッドのメンバーであった。ゴーメスのキャリアは、 ほとんどが伴奏者としてのもので有名、ジャズミュージシャンとスタジオミュージシャンとして共演したのみならず、コロンビアレコード、プロジャス、ストレッチのようなレーベルでリーダーとして録音を行った。最近の録音はほとんどジャズピアニストのマーク・クレーマーとの共同リーダーで行われている。アートファーマーエウジェニオ・トゥーサン・ガブリエル・ビセンス、クロノスクアルテッド・佐藤雅彦・ジャック・ギジョネット、 ジョアン・ブラッキー・イン・チック、コリア・ビル・ブルー・フォード及びラルフ・タウナー・マイク、ノック・ミック・グット・リック・ラルフ・タウナー・デビット・グリスマン、ありがとうございます。